バルドメロ・ペドロ・アコスタ・フェルナンデスは、キューバ共和国ハバナ州、バウタ出身のプロ野球選手、左投げ左打ち。長い間、同世代のキューバ出身 MLB 選手である、ホセア・コスタの弟とされていたが、実際には、無関係であることが彼の娘によって明らかにされた。1913年6月15日に、ワシントン・セネタースの一員として、17歳で、 MLB 初出場。年間では出場機会はさほど多くはなかったが、それでも20打数6アンダニに盗塁と上場の数字を記録した。しかし、翌1914年、1915年と出場試合数は増えていくものの、結果を残すことができなかった。1916年にわずか5試合出場に終わると、 1917年は出場機会に恵まれず、ようやく MLB の舞台に戻ってきた1918年には、シーズン途中でのトレードが待っていた。移籍先のフィラデルフィアアスレチックスでは49試合に出場して打率。302を記録するなど奮闘するが、この年限りで MLB からは退いた。その後は1928年までマイナーリーグの AA 級。 ルイビルに所属した。また、冬の時期は1912から1913、シーズンから1924から1925、シーズンまで、キューバ国内リーグリーがクバーナでベースボールで、プレーした。1918年12月2日に、外野手ながら、無補殺の見え殺を達成するという珍記録を演出。虫万塁から、全力疾走をして、ライナーを候補。 そのまま走って二塁を踏み、飛び出していた二塁走者をアウトに取り、最後は戻ろうとした一塁走者を追いかけ、タックアウトにした。1922から1923シーズンには、エレファンテスで、マリアナオの監督として、チームを創設初年で、キューバリーグ優勝に導いた。アメリカ合衆国内に、初めて設立されたキューバ出身者による、マイナーリーグチーム。 ハバナ級バンズのオーナーを務めていた。1955年に、キューバ野球殿堂入りを果たした。1963年11月17日に、フロリダ州マイアミで死去。67歳ボー打撃面では、通算成績で死球が三振を上回り、生涯の出塁率が打率より約、100乗であることからわかるように、選球眼に優れていた。ありがとうございます。